はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。はい、すみです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、はい、イラストを描くときに、果たして一体どんな環境が一番その人に合っているのかというのを検証していきたいと思います。ああ、なるほどね。はい。イラストってもちろん描くためのその人の画力も大事だけども、うん、どんな環境で描くかっていうのは、うん、まあ人それぞれだと思う。まあ、志保先生、ネームやるとき、うん、無音っていうか、まあ、なんかジャズみたいな音楽でも聴いてる。あ、だから人の声が入ってるもう曲とか音とかがもう絶対 NG やとし、うんうん、ああ、そういう人もいれば、うん、だからなんかめっちゃじゃあ、なんかこうガワガワしたっていうところで書きやすいみたいなね。そう、人もいるし、自分の大好きなアーティストの音楽聴いてる方が上がるとか、いろんなパターンがある。はい、だから、今回は私が全く無音で静かな、うん、もう超集中できるような環境、うん、と、次は声入りの最近の流行の曲と、うん、はいはい、S 君と会話しながら、はいはい、もう人と喋ったりしながらこう書くパターン、うん、はいはい。それでイラストを3枚書いてみたいと思います。はいはいはい。全部同じ時間で、うん、同じ画材でやってみたいと思います。で、最後できたイラストをですね、はい、あのスタッフさんたちに渡して、はい、あのどれがいいかって投票を取りたいと思うので。あー、どのが一番、うん、なんか自分に向いてる。そう、私に向いてるが分かる。あー、なるほど、ね。みんなもさ、なんかさ、あ、自分はこれかなって今回ちょっと参考になるかもしれないので、はいはいはい、まあみんなも一緒にぜひ考えながらやってみてください。どれなんだろう、気になりますね。気になるでしょ。じゃあ早速やっていきましょう、はい、じゃあですね、持ち時間全部20分、全部20分で今回イラスト完成させたいと思う。20分のイラストね。20分で結構時間ないよ。そうね、でも私的にはね、20分ぐらいが自分ではベストかなと思ったので。あー、なるほどね、うん、まったく同じイラストとすると、ほら3回目が絶対一番上手くなってしまうから。なるほど、手が慣れてきてね。そうそう、だから今回はあえてイラストは変えます、全部。はいはい。ただまあ大きく変えちゃうと今度さ、うん、その絵の好みとか出てきちゃうじゃん。あー、はい、はい、うん、だからそうじゃなくて今回テーマとしては全部ハロウィンのイラストで、シンディちゃん、S 君、斉藤さんをそれぞれ描いていきたいと思います。で、もう選んでもらう人にはもう直感で、見た瞬間直感でどれが好きだったかっていうのを選んで、ね、うん、もらおうと思ってます。はいはいはい。じゃあまず一つ目は、もういきなり集中、もうど集中で、何も無音で。あ、じゃあ俺消えるやつだ。そうね、ということで、あの20分だけ教えて。時間が経ったらもうタイマーでもつけといてもらう。じゃあ残り20分のタイマーだけセットしてもらう。 OK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 。 無音での集中の20分いきたいと思います。まずは無音で集中の、イラストを描けました。お疲れ様。まあ、正直20分無音で集中したら私ね、時間は余った。余ったんだ。余った。結構やっぱ上手いやん、でも。なんか、とりあえず時間見ながら、だからとりあえず最後はちょっと数分持て余して、はいはい、なるほどね。なんかこう色味を調整したりとか、はいはい、なんかこうちょっとはみ出たとこ直したりとか。なるほどね。まあそんな余裕がありましたけど、まあこのテイストでだから次もイラスト描いていきます。こんな感じで、あと2個描いていきます。まあ CD1 描いて、次は S 君の斉藤をね、描、はいはい、いていきたいと思います。はい、はい。じゃあ次は音楽聴きながら。じゃあ先生が音楽聴いて描いてる間、ここで。なんと9月15日にね、発売したので、模式体9巻発売したということで、こちらをちょっと読ませていただきます。ぜひぜひ。20分間で読み切ってやるぜ、俺やろ。おう。はい、じゃあ、ハロウィン気分が上がる邦楽ってプレイリストがあったので、それを今からかけながら、だいと思います。やべえ、俺めっちゃおもろいとこ来てる、今。
はい、ということで、こんな感じでイラスト描けました。わあ、まあ、大きな違いがなくて、自分の中ではね。まあ、どっちも集中してたんだよ。音楽を聴いてても、私はわりかし集中できるタイプだから、はいはいはい、ネームとかじゃなければね。はい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 、だから、わりかしこう、逆にノリノリで、すごい楽しく描いた。いや、もうなんか、どっちもうめえよ。ということで、最後は S 君に協力してもらって、はいはい、話しながら20分、うん、会話をしながら人と描きたいと思います。はいはいはい、まあ、正直、これが一番不安っちゃ不安よ。YouTube でしかないのよ、私。あー、まあ、基本な、漫画描くときとかを音楽聴いてるし、ね。ただだよ、YouTube で人と喋りながら描けてるじゃん、イラスト今まで。描いてる、描いてる。だから、やろうと思えばできる気もするし、案外それぐらい気が抜けてる方がさ、いいイラスト描けてる可能性あるよね。なんかちょっとこう気が抜けてね。そうそうそう。ということで、じゃあ今から20分間描きますので、S 君はぜひ私と喋ってください。はい、じゃあ早速、今度は S 君と喋りながら20分絵を描いていきたいと思います。まあ、20分喋れと言われてもさ、なかなか難しいじゃん。うん、そう、まあ、実際ね、話題がないもんね。今俺、押し切った9巻、ちょっと、あと本当の5ページぐらいで終わるところでさ、うんうん、下先生に、ちょっとって言われちゃったから、うんうん、本当に見たいんだけど、この話しちゃうと、ちょっとネタバレ含まれちゃうからさ、うん、だからそうなってくると、昔にね、うんうん、まだね、マルシアがいた時にさ、うんうん、懐かしいマルシア。あ、企画なんだけど、リレー漫画やったら覚えてる？あ、覚えてる。覚えてる。1コマずつ書いていって、うん、そうそう、交換してなんか順番にやっていくみたいなね、やったでしょ、うんうん、あれをちょっと見てもらって、うんうん、それに対して問題出すから、え、なるほど、それクイズを死ぬのね。書きながらやっぱずっと記憶してないといけないから、何かを考えながら書くみたいなイメージになるじゃん、うん、確かにむずいですね、それは。今一応さえさえ絵を描くことに集中したいのに、確かにそれは。集中させないというスタイル。まあ確かに、でも人と会話をするっていうのはそういうことよ。うん、急にこれ見てとかさ、あれなんだっけとか言ってくるのが人間だからね。そうでしょ。やりながらでいいから見てくれる、これ。オッケー。やりながら見るってむずいぜ。うん。勇者と西の魔法。西の魔法。目が覚めたら知らない場所にいた。ここはどこだ？え、待って、見たいし、描きたいし。勇者様、西の魔法を倒して。かわいい。西に向かっている途中に仲間に出会う。おーい、私は指名手配されている。力を貸す代わりに私を国民の人気アイドル魔法師にしてくれ。勇者様、私も連れて行ってください。こうして仲間は3人になった。おい、ちょっとそこのお前たち、いいもの持ってんじゃねえかよ。なんだ、レベル上げしなかった。勇者は死んだ。弱かった。目が覚めたら違う場所にいた。ここはあなたは誰？君は？私は西野真央。君転校生？あれから半年、俺と西野は穏やかな高校生活を送った。だけど何かおかしい。俺は何か忘れている。西野もそう感じている。仲間という魔法陣が急に現れた。勇者様、助けに来ました。そいつが魔王だ。幻覚を解けた。覚悟ぐえ。魔王、なんでこんなこと。10年後、これ耳が勇者様急展開する。魔王の子供と一緒に暮らしたとさ。惜しい。懐かしいな。これは、後々まあ、ここからクイズが出るの？クイズが適当に出すから。やばい、常にだって今もうあんま見てなかったよ。見てなかった。でも、ブラッドラックはやっぱり、まあ覚えてる、覚えてるよ。ストーリーは覚えてる、全然。うん。まあみんなは今見てもらったと思うけど、まあ定期的にちょろちょろと問題が出てくるからね。1個目が一番難かったよ。1個目書くのが。なんか一回、いきなり。応急的なやつ。いきなり訂正してんよ。なんかその、一回行くっていうか、なんかその、変な魔界みたいなところにね。はいはいはい、なんかそれがもういきなり私にとっては難しかった。そういう背景とか書くことないから。そこじゃあ1問目の問題でも出そうかね、はい。うん、シンキングタイムちょっとちょうだいね。いいよ、シンキングタイムあげよう。OK。西に向かっている途中に魔法使いに会いますね。うん、覚えてますか？覚えてるよ。力を貸す代わりに何を求められたでしょうという。確か、アイドル。いや、よく覚えてる。世界一のアイドルみたいな、なんかそんな。国民的人気アイドルですけどね。そう。やっぱ一応書いてるから漫画。っていうか、しかもそこのシーン、自分が書いてるしね。あ、私が考えたの、そこのネタ。いや、確かね、そうだよ。あそこのネタは確かそう、しも先生が考えたの。しょうもねえ。
次、盗賊にやられた勇者はどこに再転生したでしょう。高校の前。大正解。これは簡単だった。これは簡単だった。確か俺が考えたんだよな。だからさ、本当はだからいきなりさ、やっぱ最近その当時今もだけどさ、転生ものが流行ってたよね。そう、あの作品としてね。そう、だからじゃあ転生もので行くかみたいな始まりを書いてくれたにもかかわらず、なぜかファンタジーの世界から現代のなんか普通の現代に戻しちゃったよ、メス君が。いや違うんだよこれ。そのさ、戻る前にさ、殺したじゃん。あ、エーサ死んだんだよ。そう、勇者死んだの。殺したんだよ。違う、あ、そうそうそう、主人公が 俺じゃなくて、多分あれ新本先生が、私がやった、やったんだよ。で、その後の俺が困らったんだよ、あれ。やっぱ私はやっぱ漫画だから、みんなを飽きさせない展開が必要だと思ったんだよ。みんなを飽きさせない展開のためにはやっぱ一番意外なことをさ、するのが大事じゃん。はいはいはい。だからやっぱ勇者は死んだっていう、いきなり主人公死ぬのみたいな展開を入れたら、次の人がどう考えるかなっていうのが楽しみだったよ。いや、からさ、その次はマルシェだったよ、もしかしたらね、うん、何かいい案があったんですけど。で、俺はほら、もう一回転生させたよ、うん、どうした？俺じゃなかった、自分で書いてたら。なんかその時勇者の体が光り始めるとか言って、なんかさ、新能力に目覚めるとかさ。あ、もう一回生き返る説。いや、だからやっぱり私の中ではさ、進撃の巨人とかもさ、第1巻でさ、こうエレンが死んだかのように見せる演出があったやん。あ、だだだだだ、エレン食われたみたいなさ、やっぱああいう引きって大事だと思うよ、すごくね、漫画でね。だからそういう引きで勇者がより最強になるみたいなイメージ。まさかの現代に戻ってきてた。じゃあ本当に申し訳ないことしたわ、みんなには。残り8分。マジで？うん。やべ、やっぱりさっきより、さっき2回より画面進みが遅いわ。遅え。遅え、やべやべ。というところで次の問題です。やべ、はい、どうぞ。地響きとともに UFO が出てきますが、何のために出てきたでしょう？これもう、じゃあもうさっさと行くわ。はい。あれです。現代の世界に、うん、姫様と、うん、まあ、僧侶みたいな姫様と、はいはい、魔法使いを転生させるため。だね。え？ UFO が出てくるんだけど、うん、何のために出てきたかって言いながら、うん、UFO はね、うん、魔法陣を薄くすためのプロジェクター役として出てきたんですね。まあでも間違ってなくね。その魔法陣から出てくるんだよ、あの二人が。違うんだよ、あれはでも、うん、プロジェクター魔法陣を薄くすためのプロジェクター役として出てきてるんだよ、あれ。マジかー。魔法陣を映し出すためのプロジェクター。最後はこの西野真央は何コマの作品でしょうっていう問題です。これはマジでね、ちゃんと見てなかったら答えれなかったと思うけど。でも 3×なんだよ、きっと。 3×6、 サブ6、じゃあ18、はい、20コマは超えてないと思うから12で、回答は 12？ うん、12で。あ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。正解は15でした。だって3、5、10個。あ、そうか、そうか、そうか。15個まです。そういうことか、15か。15個まで、多分、俺が、多分少ないと思う。4コマ、3コマ、4コマぐらいだと思う。はいはいはい。書いたのがね。でも、そのおかげであれが完成したからさ、あれ俺がもっと使えてたらもしかしてやばかったかもしれない。まあ、そうだな。だから一番きつかったのはやっぱ一番最後よね。まあ、そうね、そうね。最後俺が書かなきゃいけないっていうのは、頭抱えたよね、あれ。落ち、落ちね。さすがにそう、自分でやっぱあそこまでさ、なんか展開変な風にして、最後自分じゃん。だから本当に頭抱えた、あれは。一応頭抱えてたんだ。あれ、頭抱えたでしょ、あれ。どうしようみたいな。どうしようみたいな。落ち一番大事だからね。やっぱそこがさ、やっぱ漫画家としてやっぱ一番大切でしょ。まあ、落ちは大事よ、本当に。ちなみに、どうした、あれ。最後。どうやってしたかった？俺はほら、最終的になんか、めでたしめでたしがしちゃったけどさ。でもそれは私もなんか、何にもあのストーリーじゃもう、どうしようもないよ。救いようなかったもん。救いようのないストーリー。救いようのないストーリーだった、あれはもう。いや、自分が仮にでも最後に来たとしてもさ、うん、無理だった。ああ、でもラブコメっぽくなってたから、やっぱりハッピーエンドにはしたかったかもしれないんでね。だから一応俺のもハッピーエンドだけど、あんななんか意味わかんないハッピーエンドは嫌だな。ああ、なるほどね。うん、あ、俺なんか色の、あ、間違ってるやん、私。あとね、1分半。ここに来て最悪のミスに気づいてしまった。やっぱり人と喋りながらやってたからだ。レイヤーをミスっているという悲しいミスに気づいて色味の調整ができなくなってしまった。うそー。でももう今から調整はもうちょっとむずいな。あと1分ぐらい。マジか。5、4、3、2、1。
終了。はい。ということで、20分でイラスト描けました。正直やっぱり最後これも痛恨のミスが見つかり、レイヤーを塗っちゃいけない方に塗っちゃってたんだよね、はいはいはい、だから色味の調整を最後いつも描けてたのに、うん、今回できなくなってしまったと。それが西の魔王効果や。あ、マジそれがもう悲しいね。だからやっぱちょっと個人的にはね、物足りない感じで終わりました。自分的にはちょっと物足りないイラストだったね、うん、あ、そうね、あ、もう、はいはい、あ、そうね、そうね、どうなるかな、まあまあ、あとはちょっと、まあ、ちょっとこれ3枚仮に並べとくけど、うんうん、ちょ、選ぶ人がどう選ぶかっていう、そうね。あー、でもまあどうだろうな、案外でも俺これ好きだけど、斉藤のこのイラスト、まあ雰囲気は全部似てると思うんだよ、すごいね、まあ3枚も繋がってると言われても違和感はないと思うので、 あとはもう見た人が直感でどれが好きかと思うか。でこの後ちょっとアンケートを取ってスタッフさんに、はい、結果を皆さんにお知らせしたいと思います、はいはい、ということであれから数週間が経ちまして結果が出ました。斉藤さんもしかもちょうど帰国しました。帰ってきました。おかえり、おかえり。ということでいきなり後半部分から参加です。企画の趣旨はさっき説明したから。ちなみに斉藤さん知らないじゃん、どれがどの感じで描いたか。私のイラスト何も知らない、うん、斉藤は直感でどのイラストが好きだったの。私はね、うん、私が好きだった。あ、斉藤のやつ、ね、私が好きだった、うん、じゃあみんなの結果もどうなってるか、じゃあ見てみたいと思います。はい、はい、僕が一番良いと思ったのはこちらの絵です。おまず僕自身がこういう白い髪でこのマッシュ気味の長い髪のキャラクターがどのアニメとか漫画でも一番好きになりやすいところと、あとはこの縫い目がかっこいいなっていうのを単純に思ったのでこれ一番好きです。僕もこの一番人気の男のイラストが本当にいいなと思って。そうなんだ。なるほどね。白髪のキャラがかっこいいなってシンプルに思ったのと、あとはなんかリングかなと思ったらボルトで、小物系のデザインとかもすごいいいなと思って選ばせてもらいました。細かいとこ見てくれてる。僕はこの女の子ですかね。はい、どうでしょうね。純粋に3枚の中で一番可愛かったのと、なんか女の子で言ったらギャルっぽいのか清楚系なのかで言ったらこっちかなっていうのでこの子に。あ、そういうこと。なるほど。せーの、はい、あー、やっぱり。これを選びました。そう、まずあの衣装というかコスプレがこうなんかちょっと小悪魔のコスプレだったのがちょっと一つ推しのポイントと、表情がとても可愛いなと思ったので、このイラストを選びました。私は、この女の子と迷ったんですけど、こっちの方が元気可愛いなっていう薄い内容なんですけど、なんかハロウィンってやっぱトリックアトリートって結構いう言葉あると思うんですけど、それを言ってそうなのかな。なるほど。のでいたずらっぽさもあるんですけど、それが一番ハロウィンっぽくて可愛いなと思いました。ということで、協力してくださった皆さん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ他の方にもいっぱい聞いてくれてて、ああ、まあ最終的な結果、どうなったか発表したいと思います。はい。1位、斉藤さんのイラスト。そうなんだ。だから、嘘。S君と喋りながら描いたイラストが1位。あれが一番いいんだ。やっぱり。で、2位、シンディちゃんのイラスト。あ、集中したやつね。私が集中して描いたイラスト。で、3位が S君のイラストとなっております。なるほどね。ちなみに S君の方には女性票が1個も入らなくて男性票ばっかだったみたい。あ、そうなんだ。意外と私 S 君は女性票が入るのかと思ってたのに。女性向けかと思ってた。そうね、そうね。逆にまあ、斉藤さんの方に、まあ男女ともに入ったっていう表が感じだったね。じゃあやっぱ、おしゃべりしながら、しゃべりしながら描くのが一番いいと思う。いや、そういうことになったよね。しかも自分なりに一番納得のいかない絵が。私的には色をミスってて、しもとあるあるで昔からしゃべりながら描くのが一番上手いんだよ。なあ、しもとそれさ原稿にすりゃいいって言うけど、原稿にとすごいちゃんとした手本だ。生き生きしてるんだね。そうなんだよね。落書きが一番上手い。ということで、まあ、今回こういう結果が出ましたので、私の場合はあんまり本当に集中しないイラストが一番いいという。本気で描いちゃいけないんだ。ということは、まあ、1個だけ
プラスな気持ちで思えれば YouTube の撮影しながら絵描いてる絵が一番いいってことだし、集中できないから喋りながらずっと写真描いてるから、ね、気楽に描くのが一番いいんだよ。だからもしかしたらみんなも友達とかと喋りながら気楽に描く絵が案外ねいい絵なのかもしれないので、はい、ぜひそういう楽しくお絵描きしてみてください、はい、もしかしたら、ね、自分なりに一番いいやり方があるかもしれないので私の場合これですみたいなのがあったらコメント欄に教えてください、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎とアシスタントの斉藤さん、アイスちゃん、バイバイ、ありがとうございました。斉藤さんまたしばらく出てくれると思います。わかんないよ。